はい、皆さん、こんにちは。それではね、YouTube セミナーの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日こちらのセミナーご視聴の方には、豪華特典をプレゼントしております。で、こちらのね、特典の受け取り方法は、このセミナーの後半で紹介しますので、ぜひね、最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よいしょ。じゃあね、今日こちらのね、FX セミナーの方を担当します、副業アカデミーのキヨポンと申します。よろしくお願いします。はい。じゃあ簡単にね、ちょっと自己紹介をさせていただきますと、僕はですね、この副業アカデミーで、トレード系のね、講座の、講師をしてるんですけれども、担当が2つありまして、まず1つ目がね、トレード入門講座ということで、これからトレードを始めていきたい方にね、をサポートしていくような、初心者向けの講座があるんですけども、こちらの講師を、まず務めてます。あともう一つが FX 講座というね、講座がありまして、こちらのね、サポート講師をしてます。ね、この二つを今ね、担当させてもらってます。で、あとね、某証券会社の、YouTube チャンネルですね、FX の YouTube チャンネルの講師も務めさせていただいて、去年、通勤 FX というね、パル出版さんの方から本も出版させてもらいました。で、僕がね、トレードを始めたきっかけというのは、実はね、ここなんですよ。このね、副業アカデミーの FX 講座というところに、全くのね、未経験から、入学しました。で、入学して、もうゼロからね、野田さんという先生から、あとね、ちょっと紹介させてもらうんですけども、その方からね、トレードを教わって、今に至るというような形になります。で、今ではね、たくさんの生徒さんがいるので、まあ、生徒さんに向けてね、勉強会を開いたりとか、まあ、いろいろお悩みをね、聞いたりとか、相談に受けるという形で、活動させてもらってます。よろしくお願いします。で、こちらが通勤 FX というね、本になります。これ2022年ですね。早いですね。もう2022年の1月26日にパル出版さんの方から出版させてもらいました。通勤 FX というね、この目立った本なんですけども、こちらの本はね、これからトレードをやる方、が、まず初めにね、ちょっと知っておいていただきたい、マインドセットと言われる部分なんですけど、そもそも相場というものはどういうもので、どういうふうに向き合っていかないといけないのかとね、あとどういう考え方が必要なのかという、ね、部分を、本にさせてもらいました。これからね、トレードを始める方はぜひ読んでいただけると嬉しいなと思います。はい。じゃあ、あとね、ツイッターやってます。キヨポン FX トレーダーということで、このアライグマがね、僕のトレードマークなので、ぜひツイッターやってる方はね、覗いてもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。で、あとね、もう一人先生を紹介したいんですけども、こちらの翔吾くんってね、人が、今ね、副業アカデミーの、さっきね、僕がサポートをやってますって言ってた、ね、こちらの、FX 講座のメインの先生になります。で、この翔吾くんはね、もう、専業トレーダー歴も18年目の、もうプロですね、本当の。もうトレードの道、相場の世界で、ずっとね、飯を食ってきてるという、プロのトレーダーの方です。で、この人が今 FX 講座の先生をやって、僕がサポートをしてるという形になります。で、翔吾くんね、もうすごい、まあ、ここに書いてあるね、ものすごい、利益をね、取っていくんですけれども、やっぱりこのトレーダーとしてもすごいんですけれども、それを生徒さんに教えて、生徒さんに再現を、ね、してもらうという、いわゆる再現性の高いトレードをしてるっていうことも、特徴的なんじゃないかなと思います。で、今ではね、まあ、たくさんの生徒さんが、いらっしゃいまして、で、僕と一緒にね、FX 講座で、いろいろ、ね、お伝えしていってるという形になります。よろしくお願いします。はい。で、翔吾くんも本ね、こちら2冊出してます。で、もう1冊ね、3冊目がね、2023年の夏ぐらいには、出るんではないかなということでね、こちらも楽しみにしていただきたいんですけども、今、現状2冊の本出してるので、よければね、こちらも読んでもらえるといいのかなと。結構1冊目のね、こちらの赤い本は、まあ、トレードのテクニック的なところがね、結構紹介されてるんですけど、おすすめ2冊目ですね。こっちは、さっき言ったように、やっぱりその考え方とか、マインドセットって部分がね、結構書いてあるので、両方読んでもらえるといいかなと思います。よろしくお願いします。あとね、僕、YouTube、他でね、証券会社の YouTube チャンネルやってるっていうのはこちらになります。キヨポン FX ってね、YouTube で調べてもらえると、おそらく出てくると思うので、見てもらえると嬉しいなと思います。1話完結でね、こんな感じで、
ね、自分が大事だなと思うことを、毎回毎回ね、1話完結でお話しているというような形になります。よろしくお願いします。はい。あとね、もう一個だけ、ごめんなさいね、自己紹介のね、ついでということで、さっきね、言った翔吾くんと僕で、実はね、YouTube チャンネルもう一個やってます。ここに書いてあるようにね、翔吾くんとキヨポンのね、FX トレーニングジムというね、こういうね、YouTube チャンネルをやってますので、ぜひこちらもね、見てもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあね、自己紹介長々と、お付き合いいただきありがとうございます。じゃあ、ここからね、本題に入っていきたいなと思うんですが、今日はね、FX って何ってもう全く知らないよって方向けの、短い時間なんですけどね、30分のね、セミナーになります。で、ご興味湧いた方はね、ぜひ、普段我々副業アカデミーの方でやってる、もうちょっと長い時間のね、FX セミナーにご参加いただくとか、あとはね、最後特典でもご紹介する予定なんですけども、個別面談を無料で今やってますので、ぜひそちらで申し込んでいただければと思います。はい。じゃあね、早速行きましょう。FX ってどんなイメージ ?FX とは何かということを少しお話していきます。で、FX って簡単に言いますと、通貨をね、使います。世界中の通貨と通貨を交換するね、ことを、やっていきます。交換する取引をしていくと。で、ポイントはこの二国間ってね、書いてあるように、二国間の通貨と通貨を交換する、ね、ことをやっていきます。で、例えばね、まあ、代表的なところで言うと、米ドルですね、アメリカのドルと、あとは二国間なんで、これもう一個必要なんですね。一つともう一つ、何か通貨が必要になります。例えば、アメリカのドルを買いますと、ね、米ドルを買いたいと。なった時に、じゃあ買うんであれば反対側の通貨、何を売ってドルを買うんですかということで、必ず反対側の通貨が必要になってくるんですね。ここで言うとこの、円、我々が普段ね使っている日本の円、ね、を、組み合わせたもの。じゃあドルを売って円、円を売ってドルに交換とかね、こんな形で、二国間の通貨と通貨を交換している取引になります。で、このね、ペアを通貨ペアって言います。通貨ペア、ね。で、例えばね、今出てるのが USD スラッシュ JPY ということで、ね、こちらがドル円と言われる通貨ペアです。毎日のニュースでね、出てくる。本日の為替はってことで、ドル円が1ドルいくらで取引されてますっていうね、そのドル円ですね。こんな形で通貨のペアになってるんですね。こういうの。で、このようにね、通貨ペアっていうのはたくさんあります。例えば、ユーロ圏で使われているユーロとドルであったり。ちょっとね、この前後順番がね、逆になったりするんですけど、これはユーロとドルの通貨ペアになります。これをユーロドルってね、通貨ペアになったりするんですけど、その他ね、今日出してないんですけど、世界中にはね、いろんな通貨があるので、その通貨と通貨を交換していく取引になります。で、どういったものをね、基本に、要は取引をしていくかというと、こういうチャートってものを使って取引をしていきます。これ、チャートって言います、ね。チャートって何かというと、例えばこれ、ドル円という通貨ペアの今、チャートを出してます、ね。で、見方はですね、このチャートっていうのは、右に向かって進んでいってます。右に向かってね。なので、例えば今ね、現在ここ、今日がここの日だとしたら、一番、ね、今見えてる範囲内で言うと、ここが、ね、一番過去になると。例えばこれが1ヶ月前だったとします。ここはね、1ヶ月前。これが今日だとします。そうすると、じゃあ1ヶ月前から今日に、ねなるにはね、連れて、このドル円という価格はどういうふうに推移してきたのかっていうものが、見れるようになってます。例えば1ヶ月前、ドル円100円だったんですね、この辺。100円だったんですけど、じゃあ1週間ぐらいかけて102円まで、例えば上がりました。で、また1週間ぐらいかけて100円50銭ぐらいまで下がってきて、で、また102円ぐらいね、1週間かけて上がって、で、今現在ここにいると。こんな形で、取引の履歴というかね、どんな経緯をこの価格はね、辿ってきたのかっていうものが見れるようになっているものがチャートです。で、このチャートの中からいろんな情報を、読み解いて、読み取って、僕らはそのトレードっていうものをやっていくわけですね。で、トレードっていうのはね、あくまでその買ってね、買った後値上がりしたら利益、売った後値下がりしたら利益っていうことをやっていくんで、どっかで買ったり売ったりをしていかなきゃいけないんですね。トレードっていうのは買ったり売ったりをすると。
じゃあ、どこでやるんですかっていうのを、こういう分析で、根拠を見つけてって、買ったり売ったりの判断をしていくという形になります。で、あと一つの見方としては、これは後で詳しくね、お話しするんですけども、僕らはこのチャートを、大きく切ると、こんな感じで上下に切ってます。上下に切って見てる。ね。感覚です。で、上下に切ってるっていうのは、例えば今ね、ドル円という通貨ペアを見てるんですけど、じゃあ、このドル円という通貨ペアね、左側に来る通貨が下に置いて、右側に来る通貨を上に、こんな感じで置いて、このドルと円がね、ここを境に、こんな感じでね、お互い、このドルと円が上下でこうドンパチドンパチ戦ってるみたいなイメージで見てるんですね。で、例えば、ね、ここ見てほしいんですけども、この100円のところから102円まで価格上昇していきましたよね。で、この上昇してってる状態を見たときに、どういう判断をするかというと、下から上に向かって価格がね、こんな感じで、下から上に向かって価格は上昇してってるんで、つまり、ドルの方が強かったってね、強い。円の方が弱い。上の方が弱いという、ね、こんな判断をしてます。ね、円に比べてドルの方が強かったと。なので、価格が、ね、下から上に向かって上昇、押し上げていったと。で、言葉にすると、ドル高、円安っていうね、言葉をね、使ったりするんですけど、こんな状態でしたと。で、逆に今度ね、下がってるところ。こっからここまで下がってますね、価格が。この下がってる状態っていうのはさっきの逆。円に比べてドルの方が弱かった。ね、ドルに比べて円の方が強かったんで価格が下がっていった。ね、押し込んでいったっていうね、押し下げていったということなので、下がってきたと。で、言葉にするとドル安、円高と、ね。こんな形で上下にね、結構切ってみてるっていうのが、ちょっと特徴的かなと。こんなイメージで見てます。はい。じゃあね、FX の魅力、ちょっとね、3つ簡単にお伝えしていきます。FX ってね、どんな魅力あるのかというと、いろんな魅力あるんですけど、まず最大の魅力というのが、おそらく一番になるんではないかなと、僕個人的には思ってます。少ない資金で始められる。やっぱり、その少資金でね、始められるトレード、多分 FX 以外ないんじゃないかなというふうに思います。やっぱり他にもね、トレードっていろんな種類あるんですけど、どうしてもやっぱり資金がね、ないとできないっていうものがあるので、そういう意味では FX は少資金で始められると。だと24時間取引ができると。まあ、うちに関しては副業ベースでね、トレードを学びたいっていう方がほとんどなので、やっぱりこの時間の制約がないっていうのはいいのかなと。お仕事終わった後夜からでもできるというところ。ね、で、あとね、1個ごめんなさい。もう1個ありましたね。どんな相場でも利益が取れるチャンスがあると。いうところがあります。じゃあ3つね、見ていくと、まず少ない資金で始められるっていうところは、1つはね、このレバレッジというね、ものを使っていきます。レバレッジ取引をしていくと。少ない証拠金で大きな取引をしていくと、ね、いう取引方法なんですけど、まあ、このレバレッジというのも、世間一般的には危ないとか危険っていうね、イメージがあるんですけれども、これもちゃんと明確なルールがあってね、安全にレバレッジを使っていくためには、資金量に対してこれぐらいの取引量が適正ですとかいうルールがいろいろあるんですね。で、その辺を守っていただければ、特にそんな怖いものではないかなというふうには思ってます。まあ、このレバレッジという取引ができるようになってます。で、あとは取引量が、の最小ロットが小さいんですね、FX の方が。なので、取引をするときに、例えば皆さんが、じゃあ、なんだろうな、リンゴを、仕入れますと。で、そのリンゴの相場で上がったら儲かるっていうね、リンゴを例えば仕入れるときに、じゃあ10ケースからしか仕入れられませんっていうものと、あ、1個からでもいいですよっていう、この違いがあるんですね。FX はそのリンゴが1個からでも、その1個を半分に切って0.5個からでも取引ができると。まあ、もちろんその後の値上がりによって得られる利益も取引量によってね、上限するんで、ね、上がったり下がったりはするんで、少なく仕入れてれば、その分利益も小さくなっちゃうんですけども、そういう理由で小さい資金から始められると。で、これ、ものは考えようでね、こういう見方もできるんですよ。少ない資金、いわゆる小さい取引量で始められるってことは、小さいね、
量で練習ができるということなんですよ。ね、いきなり、ね、大きなお金を使ってトレードするの多分怖いと思うんですよ。やったことない方はね。そういう方でも、ちょっと練習がてら、例えばじゃあ1万円から入れて、1万円だけ入れて始めてみようとかね。で、最悪1万円が、ね、もしなくなってしまっても、まあ、これは勉強料だと思って、ね、諦められる金額でもあるので、ね、そういった形でちょっとずつね、小さくチャレンジがしていけるってところが最大の魅力かなと思います。で、次に24時間ね、取引ができるというのは、世界市場だからなんですね。我々東京ですね、ここ。まあ、東京市場があり、で、その東京市場が終わった後も、まあ、世界中のね、まあ、こんな感じで市場がずっと時間差で空いていくので、結果24時間ほぼできると。ね、ただ、厳密に言うと、この明け方ですね、この辺。この辺は基本、流通量が低くて、値動きがね、全然ないっていうのと、あと、手数料ね、スプレッドがちょっと広がるんで、実質この辺の2時から、まあ、8時とか、まあ、この辺ぐらいまではあまりやらないかなっていう形です。はい。ただ、ほぼ24時間取引ができるという形になってます。で、あと、どっちでもね、利益が取れますよというね、話だったんですけども、相場っていうのは、ね、上昇しているものがあると、必ずそれはね、いずれどこかで下落してきて、上昇してって、下落してっていうね、こんな形で、上下運動をこう繰り返していくっていうね、こういう性質があるんですね。まあ、この性質からすると、例えば、安い時に買って、その後値上がりしました、儲かりました。利益になりましたっていうね、この買いっていうね、ものから始められるものはいいんですけども、例えば、じゃあ、こっから今度ね、下落ですと。こっからは下降をしていくね、状態ですと。ね、値下がりがしばらく続くという状態がね、もし始まったときに、この下がってる状態で買っていくと、ね、これ損失が出ちゃうんですよ。ね、買うっていうことは、自分が買った後値上がりすれば利益ですけど、値下がりしちゃったら損失ですよね。ね、ということは、この下落してる最中、ね、この下落してる最中は、できれば売っていきたいんですね。売りっていうのは、自分が売った後に価格が下がってくれると利益。逆に価格が上がると損失っていう方向です。この真逆ができるんですね。買い取りっていうのは真逆ができると、ね。じゃあこの状態で言うと、ね、価格が下がっていく状態というね、下がっていきやすい状態の中では売っていきたいんですね。ということで、今度反対側の売りもできると、ね。こっちもできるようになってます。つまり、上がってる相場でも下がってる相場でも、ね、利益のチャンスはありますよと。まあ、もともとね、その、見立て、方向感が間違ってたら、どっちやっても別に損なんですけど、ね、上がってる時に買、ね、上がってる最中に売っていけば損ですし、下がってる最中に買っていけば損するので、そもそものこの方向感の見立ては大事なんですけども、ね、とにかくどっちもできますよというのが、魅力の、ね、3つになるのかなと思います。はい。じゃあ、ここからね、じゃあどうやればいいのって、まあ、一番大事なのは、いつ買うの、いつ売るのっていうこのタイミングだと思うんですね。でこれを、ね、測るためにこの分析、ね、そういう判断するために分析が必要になってくるんですね。で僕らは、これね、翔吾君が考えた、ルールがね、いろいろありまして、こういうふうになったら買う、こういうふうになったら売るっていう、こういうルールがね、何個かあって、そのルールのもと、僕らは売買の判断をしていってます。で今日は短い時間なので、その一部をね、ちょっと概要だけお話ししていきたいなと思います。はい。で、使うものはこのチャートだけです。ね。さっきお見せしたチャートだけ使ってやっていきます。で、僕らはこのチャートにね、じゃあどんなことをしていくのかというと、ライン分析ってものを使っていくんですね。このね、ライン分析のプレイヤーなんですよ。僕らはね。ラインってなんだろうってね、思うかもしれないんですが、ラインっていうのはね、こういうチャートにこういう線、ラインを引くんですね。今下に、紫色、ね、青紫色の線が下に出てきました。で、上は、ね、この赤い線ですね。赤い線が出てきました。こういう線をさっきのチャート上に自分で引くんですね。自分で引く。ね、で、そのラインを使って、ここまで来たら買いましょう、ここまで来たら売りましょう、みたいなルールを作っていると。じゃあ、今のラインをどういうふうになるとね、引けるようになるのかっていうのを、考え方をね、少しお話していこうと思います。
じゃあ、LINE を引くにあたって、大前提ね、ちょっと覚えていていただきたいのが、この相場の世界っていうのは、すごくね、実は単純というかシンプルな構造になってます。で、どういうことかというと、このね、青組と赤組しかいないんですよ、こことここ。相場には青組、赤組の2種類のプレイヤーしかいなくて、その2種類のプレイヤーが陣地取り、ね、陣地を取り合ってると。こういうゲームです。ね、もうちょっと大きく書くとこんな感じかな。青組と赤組がいますと。で、今現在、相場ね、動いてますけども、この相場の中にもうたくさんの何十万人、何百万人、わかんないですけど、ものすごい数の、投資家が参加してます。トレーダーがね。で、これから参加する人もいるし、今、要は参加してないで、いつた、ね、参加しようかなって、タイミングを分かってる投資家もいっぱいいます。ね、こんな形で、いろいろ参加してるんですけど、この参加してる人たちってどっちかなんですよ。必ず。ね。青組で参加してるか、赤組で参加してるか。これどっちかしか選べないんですね。なので皆さんもこれからトレードをやるってなったら、これどっちかしか選べません。で、このね、どっちかっていうのは、両方とも全然、違った目的を持って相場に参加してるとこがポイントなんですね。例えば、青組の目的っていうのは、青組っていうのは買いです。買ってってる人。何かの価格が、こういうふうにね、価格が動いてて、今日ここだとします。ね。今日ここで、じゃあここから、将来価格が上がると思えば買うわけですよね。ね、買いの目的っていうのは価格の上昇なんで。買った後価格が上がってくんないと困るんですよ。損しちゃうんでね。で、逆に売りの目的というのは、今日ここだとしたら、いや、今日から先、将来的にこれ価格下がっていきますよ、きっと。っていう人は売っていくわけですよ。赤組で参加。で、赤組の人たちの目的っていうのは下落なんですね。売った後価格が下がってくんないと困るんです。儲かんないから。上がっちゃうと損しちゃう。つまりこれを選択していくだけなんですよ、皆さんは。今の価格よりも青、赤、どっちって。これだけなんですね。で、お互いそれなりにね、それぞれ、いろんな見立てを持って参加してます。これこれこういう理由で上がるから買います。これこれこういう理由で下がるから売ります。これ無数に入ってきてます。ね。で、この人たちが、じゃあいっぱい入ってきてるんで、その人たちが陣地の取り合いをしてるんですね。つまりもうちょっと言い換えると、こっちが正しいんだと。買いが正しいんだよって。相場上がってきますから。いや、そうじゃないと売りの方が正しいんだよって、下がってるからっていう、この意識をぶつけ合ってるっていう言い方かな。そんな感じになってます。絵にするとこんな感じです。まあ、青組、赤組がそれぞれお城をこんな感じで張ってるんですね。で、それぞれ、たくさんの人が参加してます。こっちも。ね。こっちも。両方。ね。たくさんの人が参加してます。で、結果論じゃないとこれわかんないんで、どっちが正しかったかっていうのはね。今現在ではわからないと。仮にします。どっちが正しいのかね。で、ドンパチドンパチやってると。で、例えば今回、じゃあ、買ってる人たちの方が、ね、まあ、合ってましたと。ね。価格が結局上昇してっちゃったと、この後。ね。上昇してっちゃったってなると、ね、さっき言ったように、こっちの売りもいっぱいいたんですよ。この売ってる人たちも。この人たちどういう状態になるかというと、どうです？ね、売りの人たちは価格が下がってってくれないと困るんですよ。下がってことを見越して、見立てを立てて売ってるんでね。逆に上がってこられちゃうと困るんですね、この人たち。なので、この人たちの逃げます。一回やめたってね、この勝負から降りるんですね。で、そうなると、じゃあ買ってた人たちの方が結局正解だったねってことで、売りの人たちは諦めて逃げていくと。ね、こんなことが相場では起こってます。で、ここからがね、面白いんですけど、じゃあ、例えば、買いが勝ちました、今回ね。買いの勝利で、ね、勝てた人の方が正解でしたってなった時、この人たち負けて逃げます。そうすると、この赤いお城が空になるんですね。みんないなくなっちゃう、ここで。ね、売ってた人たちが。そうなると、このね、相手の陣地を取ると、今度一個ね、自分の陣地を増やせるというかね、駒を取れるんですね。こんな現象が相場には働いてます。つまりね、オセロとか将棋にすごく似てます。相手の陣地を取ると、自分の色にね、駒を変えれるとか、挟むとね、色を変えれたりとか、駒を自分のものにできるとか、まあ、こんな形でオセロとか将棋にすごく似てます。
じゃあ今のね、感覚で、今のはイメージの話なんで、これをじゃあ実際のチャートに落として、今の話をもうちょっとリアリティ出してね、いこうかなと思うんですけど、これさっきのチャートです。実はこの中にもう、このさっき言ったお城を構えてるんですよ。さて、どこでしょうかね。はい。じゃあね、ちょっと見ていきます。こんな感じで見るとどうでしょうかね。さっきのチャートにお城を入れてみました。買い手のお城が1番、2番。ここにいます。で、売り手のお城がここに1番、2番。ね、控えてます。で、お互いお城張ってあって、ね、1番の買いからね、起点に上昇してってるんで、ここからは買ってくる人たちの方が多かった。ね、売りはね、売り1番からもう起点に価格が下がってってるんで、ここから売ってる人たちが多かったと。こんな形でお互い、その売り買いのね、出発地点、ね、これ高値安値って言い方をするんですが、ここに印をつけてみました。で、今現状、価格ここです。で、この状態を、まずね、マッピングっていうね、今の現状を見ていくんですね。で、この状態を見て、皆さんは、ね、やることっていうのは、じゃあ赤組か青組どっちかで、参加してくださいっていうのがトレードなんですね。ここから先上がると思えば、青組で参加。ね。ここから先下がると思えば、赤組で参加と。まあ、こんなことをやっていくというもんなんですけど、今の現状を見ると、この状態ね、で、じゃあ、仮に僕がね、どっちで参加しますかって聞かれると、これどっちも参加しないんですね。どっちも参加できないっていう言い方が正しいかな。これなんでかというと、さっき言ったようにね、これ、今のこの価格って、お互いの買い手、売り手から見るとどういう状態なのかっていうのを見ていく。こういうのを分析なんですよ。例えば、買いの陣地1と2ってありましたよね。じゃあ、この1番と2番で買ってる人たちってどういう状態かというと、ね、自分が買った価格よりも価格が上にあるんで、ね、価格が上の位置にあるってことは、これ利益出てます。ね、青組の人たち、今利益出てる最中です。ね、じゃあ逆に、売り手の人たちどうかなって。売り手の1番と2番があったとしたらね、この売ってる人たちっていうのは、自分が売った価格よりも価格が下にあれば利益が出るんですよ。今どうですか？価格が下にあるんで、これ売ってる人たちも利益が出てるんですよ。つまり、これ両方利益が出てるんで、どっちも負けてないんですね。これ。どっちも負けてない状態です。なので、この状態だと僕らは何もしないという形になります。じゃあね、もうちょっと図を小さくしてみていくんですけど、今の価格ここ。じゃあこれどういうふうになったら僕らはね、トレードっていうのをね、やっていく準備をしていくのかというと、こう見るとどうですか？この後、時間を進めてね、チャートを進めていったら、3番手の買いが出て、価格がね、グインって上に上がっちゃいました。こうなると、状況がちょっと変わってきちゃったんですね。これどういうことかというと、こんな状態。この、さっき言ってた人たちがこういっぱいいますよって言ってた人たちどうですか？さっき黄色の丸のところにね、いた時っていうのは利益だったんですよ、売ってた人たち。利益だったんですけど、今、この売ってる価格よりも、今の価格って上に来ちゃったんで、これ損失が出てます。損失。ね。なので、やばいってことで、この人たち逃げてます。ね。ってことは、さっき、あとは簡単ですね。オセロとか将棋っていうものを、ね、この理論、理屈を利用して、ね、じゃあ今、ね、今まで赤組だった陣地が、ね、破ったんで、じゃあ、くるんってひっくり返って、青組の陣地になってる可能性高いよね、ということで、こういうところに来たら買っていきます。で、買っていくと、こんな感じで。ね。もう一箇所変えますね。二箇所。この青組の陣地に類、ね、来たら買っていくと。で、この上昇を取っていくと。こんなようなやり方をしてます。なので、無機質にね、何の法則性も規則性もなく動いてるようなチャートに見えるんですけども、こういうのを見るね、ポイントがあって、こういうのを見れるようになっていくと、ちゃんと根拠のある売買ができるようになっていくと。で、今の話をね、最後まとめると、この安値ね、高値、売り、買いの陣地、売りの陣地に線を引くと、こういうラインっていうものが出てきて、ね、こういうところで買っていく、その目安になるというかね、そういう使い方も、このラインっていうのはできます。こんな形でね、僕はトレードをやってってるんですけども、今ね、僕はどんな生活してるかというと、大体目安としてこんな感じです。トレードっていうものをね、どういうふうにやってるのかというと、まあ、証拠金がね、5万から20万円ぐらいを使って、1回のトレード期間っていうのが、2日から約1週間ぐらいを、目安にやってってます。ね、1回エントリーしたら、1週間ぐらいホールドすると。で、やってること、その間やってることって、その間スマホでね、
相場のチェックぐらいなんで、あんまりやること実はないんですね。なので結構ね、慣れてくると、まあ、ある程度、スマホだけでトレードができるようになってくると。まあ、それまでにね、ちゃんと勉強訓練は必要なんですけど、そんな形でトレードもできるようになります。で、大体利益はね、こんな感じですね。一回、ね、このぐらい、10万ぐらいを超えるのもあれば、ね、6万とか、3万とか、こんな形の利益をね、積み重ねていってるという形になります。はい。まあ、僕はね、一番最初に言ったように、全くの未経験から始めました。ね、でも、まあね、翔吾くんのおかげで、ね、FX を教えてもらって、まあ、ある程度ね、その FX の世界で稼げるようになってきたんですけれども、なんでできるようになったかというと、まあ、単純に、ね、翔吾くんの、ね、トレードルールを学んで、ね、それを実践していったっていうところなんですね。なので皆さんもね、ぜひぜひ興味ある方は、さっき言ったように無料セミナーの、もっとね、時間が長いものもありますんで、そういうの見てもらったり、あと僕の YouTube 見てもらいながら、少しずつ勉強していってもらえればなというふうに思います。はい。で、トレードルールっていうのはね、ここに書いてあるように、たくさんあります。で、今日話したのがここですね。この1番のホリゾンタルラインっていうものの説明をしました。なので、他にもね、たくさんルールあるんで、こういうのもね、有料講座とかではしっかり教えていってますので、ぜひね、こういったのもご検討いただけるといいのかなと思います。はい。じゃあね、以上で終わります。最後、特典の紹介をしていきます。特典がですね、ズームレッスンのプレゼントということで、僕が、個別にズームでね、面談をします。で、いろんなね、相談今来てます。まあ、具体的なトレードのテクニックの話であったり、まあね、資金に合わせたね、どういう手法がいいのかとか、あとは勉強方法をどういうふうにやったらいいんですかとか、まあ、他にもね、何でも OK なんですけども、いろんな相談が来ているので、ぜひね、無料面談申し込んでいただければと思います。で、申し込み方法は、こちらのね、個別 LINE、ね、QR コードが今右下に出てると思います。で、こちらを読み込んでいただいて、キヨポン専用 LINE というのにつながりますので、こちらで友達登録して、あとは簡単なアンケートお答えいただければ、日程調整の方はこちらでさせてもらいますので、よろしくお願いします。LINE でね、日程調整の方をしていきます。あと、YouTube の概要欄にもね、キヨポン専用 LINE のリンク貼っておきますので、そちらからもご確認いただければと思います。はい。じゃあね、ご清聴ありがとうございました。まあ、面談でね、お会いしたりとか、無料セミナー、ね、そちらの方でお会いできるのを楽しみにしております。じゃあ以上ね、FX セミナーを終了いたします。キヨポンでした。ありがとうございました。